アメリカンフットボールの危険なタックル問題で、日本大が急遽開いた23日夜の記者会見。日大の内田正人前監督、62、と井上翔、務、コーチ、29、は、前日に会見し、他日大の宮川大輔選手、20、に反則行為を指示したことを真っ向から否定した。井上コーチは、彼、宮川選手、はとんでもない重圧を受けて目の前が見えな。くなったのかな、とも述べ、両者の言い分は食い違ったままとなった。午後8時に始まった会見に黒いスーツ姿で出席した内田前監督と井上コーチ。冒頭、関西学院大の選手らに謝罪し、宮川選手にも、誠に申し訳ない、と述べ、約10秒間しんしんと頭を下げた。